まあ一つのポピュラーの中ではね、はい、その3つぐらいが挙げられるというわけで、うんうん、非常に稀有なね、うん、場所、ここを皆さん走れるということは、まあ日本においてはもちろんここだけだからね。そうですよね、はい、だからあの楽しいです、風間さんさっきおっしゃってましたけど、皆さんのゴールのお出迎えもやってくださってるんですね。あ、そうだね、あの、はい、今日もやってくれて、うん、皆さん多分感動としたああいう感じだと思うけどね、うんうん、僕らはただいまね、はい、迎え撃つ お母さんたちは、はい、おかえりっていう、この2つの海岸が見事に合致するっていうね、このイベントはなかなか、はい、あのクオリティ高いですね、うん、自画自賛だけど、はい、ますよね、楽しいとか、うん、なんていうのか嬉しい、うん、なんかそういうのが、自転車結構黙々と走り続けることが多いので、うんうん、はい、オートバイは本当楽しいなって嬉しいなって言って、でもさ、エミちゃんさ、はい、エミちゃんのあの世界一周してるアフリカのいろんな写真あるでしょ、はい、どっかのなカイバル峠を越えてるようなと、はい、大体引いてるんだけど自転車を、あ、そうなんですよ、乗ってる姿はねえんだよね下りは乗ってますけど、登りは荷物いっぱい積んでね、荷物が山盛りなんで大変な旅してるなっていうのが、キャンプ用品とかに、はい、水とか、ね、ですからね、皆さんもう一度聞いておりますよ、楽しみにしてください。今日は確実に夕日が、水平線に水平という日が見えると思います。さあ、それではここでですね、皆さんどんどんゴールゲートをゴールインされておりますが、この時間をお借りしまして、毎年恒例のじゃんけん大会、こちらの方に移らせていただこうと思います。グー、じゃんけんポン、はい、グー、グーの方をお残りください。続いていきましょう。最初はグー、じゃんけんポン、はい、パー、パーの方をお残りください。まだいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン、パー、パーの人、1人、お一人かな、あちらのお一人ですかね、お一人、はい、待ってます。グー、